はい、皆さんこんにちは、オガチャンネルです。今日は、トイックパート5の第何回目 ?1,2,3,4 回目ですね。4回目の116番から120番までになります。で、ポイント少し変わってます。1問につき30秒が目安というのは変わりませんが、後半なので結構難問が続きます。特に今回の5問はかなり、難しいです。なのでポイント3に書いてあるように文法と語彙、そして文脈の知識をフル活用するというところでやってみてください。では早速116番、30秒でどうぞ。はい、では解説していきます。まず最初が Customers expressed dissatisfaction with the cost of the phone。 何かというと、まずお客さんたちが Express っていうのは言っちゃうと感情を示すっていう意味です。この Show と同じです。表現するっていうことですね。表現する、もしくは示すでも構いません。何を示したかって言ったら dissatisfaction を示したと。もともとサティスファクションってサティスファイから来てます。サティスファクションというのは満足度です。満足感とか満足を示しましたよ。なんでこれは不満です。ディスっていうのはこれは反対の意味になるのでディスサティスファクションで不満です。不満を示したと。何に対してかって言ったら cost of the phone です。まあフォンが高すぎると、携帯がね。でもコンプレインツも同じような意味なんですけど、コンプレインツっていうのは、苦情です。言っちゃうと、クレームのことをコンプレインツって言います。コンプレインツは苦情です。ちなみに、クレームのことはコンプレインツって言うんですけど、英語でクレームっていうのは主張するって意味です。また違うので、ちょっと注意しておいてください。まあ、苦情を言ったと。そのコンプレインツ about the user interface。ユーザーインターフェースっていうのは、なんだろうな、カタカナでそのユーザー、使用者のインターフェースって言いますが、スマホとかの画面ですね、ソフトを使うときの画面のことをインターフェースって言います。ちょっと見てみましょうか。ユーザー、昔調べたんだね。こんな感じです。そのスマホとか、もしくはパソコンを使う画面のことをこのインターフェースって言います。これに関する、対する、コンプライアンス、苦情は、比較的っていうのは relatively は比較的です。比較的に ly がつくと副詞です。比較的何とかでしたよって言ってるんで、この中で選ぶとしたら、この中全部、rare っていう単語が使われてますね。これで副詞の次に来るのは副詞かもしくは形容詞なので、ここでは rare、 比較的少なかったですよ、 rare でしたよってやつです。なんで答えが B になります。これは文法の知識ね。比較的少なかった。レアっていうのは本当に日本語のレアと一緒です。珍しいって意味です。レアっていうのは珍しい。という意味になります。うん。大丈夫ですか？そして、このレアティブリーって少しね、難しい単語なんですね。レアティブリーっていうふうに言う。で、ここにアクセントがあります。レアティブリー。で、なぜかというと、もともと、このレラっていうのが、リレーとかあってますね。運動会で走るリレーから来てますね。リレー。あとはリレーションとか。リレーション。これ関係って意味があります。あとは、例えば、レラティブだけだと親戚って意味があります。親戚。血のつながった親戚。これ共通点わかりますか？これ。リレーとか、リレーションとか、レラティブっていうのが。これ何かというと、何かが繋がってるんですね。例えばリレーだったらバトン繋がってるし、関係性だったらもちろん関係性繋がってるし、親戚だったら血が繋がってる。つまりリレーっていうのが、これ比較対象、その繋がりって意味があります。繋がりっていうのは一人じゃ持てないんですね。必ず二人以上いるということです。なんでそこからレラティブリーっていうのが比較的に、二つを比べるんで比較的にっていうのが来てます。少し難しいですが、これ語源の話をちょっとしました。116だけでもこんなに新しい単語が出てきましたね。ということで答えが B になりました。
じゃあ117に進みましょう。右ページに飛びます。こっちですね。117も同じく30秒でやってみてください。どうぞ。では、解説していきましょう。117番です。Tickets to the museum's special exhibit。 その特別展示ですね、ミュージアムの。へのチケットは何なのって言ったら、Maybe order in advance って言ってるんで、あらかじめ。In advance っていうのは、あらかじめですね。先にとか、あらかじめ。あらかじめオーダーできますよ。いいですね。On the website、ウェブで。ここで文章終わってるんですよね。でもしくはこれ、purchased upon arrival ってあるんですけど、upon っていうのは何とかしてすぐにです。つまり upon arrival っていうのが到着してすぐにっていう意味があります。到着してすぐに購入もできますよって言いたいんですね。これ purchased なんで ED 形になってるかって言ったら、これ may be ordered ともう一個 may be purchased。どちらでもできますよってことです。オーダーしても、その場で買ってもいいですよって言ってるので、これ文脈から答えが A になります。文脈。これでもこれでもいいですよっていうことですね。A か B でってことで、チョイスを与えてるの答えは A になりました。さあ、118番いきましょう。30秒でどうぞ。はい、では行きましょう。two water quality studies。two water quality studies っていうのは2つの水質です。water quality っていうのは水質です。water quality っていうのは水質の、ちなみに study っていうのは研究って意味があります。勉強以外にも研究という意味があります。研究があって、それが which なんとか last week。これ last week ってポイントです。先週なんで過去ですね。過去にその研究がこれリリースって全部リリースになってますね。ABCD。なんで発表するっていうのはリリースです。発売もそうですけどね。リリースっていうのはね。CD とかの発売もリリースって言いますね。release。この場合、発表するっていう意味があります。なんで、研究っていうのは出すんじゃなくて出されますね。そこでまず絞られているのが A と B になります。A と B。なぜかというと、これ出されるから受け身形を使わなきゃいけないということです。受け身形、B 動詞プラス ED 形。使わなきゃいけないと。ということなんで、A か B で。ちなみに過去なんで、先週出されましたよっていうふうに、単純過去なんで、答えが A になります。で、B は出されていましたって意味なんで、ちょっとおかしくなっちゃうんですね。単純に last week っていうふうに、過去を表すときは単純過去で答えるということで、文法問題でいきます、これは。文法で答えられるということでした。大丈夫ですか？そして、次行っちゃっていいですかね。119番行きましょう。ちょっと上に上がります。こんな感じですかね。OK。119番30秒でどうぞ。では解説していきます。これも少し難しい問題ですね。まず最初に何とかが埋まって、その後に the efforts of cycling enthusiasts。cycling はまあ自転車ですね。cycling は。それの enthusiast っていうのは熱狂的なファンのことです。big fan でいいです。
これは。だからサイクリングの自転車の愛好家でしょ。愛好家。愛好家たちがの努力です。努力。エフォートってのは尽力とか努力です。エフォート。努力。尽力。愛好家たちの努力がなんかあって、でその後に the proposal to resurface。resurface っていうのがちょっと難しいですね。もともと surface っていうのが、表面です。何かの面のことを言います。面。面。のことを surface って言います。もしくは動詞だと、平らにする。鳴らすって意味があります。つまりここの resurface っていうのは再び、再びが re ですね。再び、再度ってやつです。再び鳴らすってことで、ここは再舗装をすると。再舗装をするみたいなイメージです。で、何かって言ったら、bicycle pass。パスっていうのは道路のことです。自転車の道路を再舗装するっていう提案、プロポーザルの提案ですね。提案は、この場所の名前です、これ。county, Kildare。county は郡、なんとか郡って意味です。なんとか郡。町とかのやつね、郡ね。OK。この郡です。OK。その場所での、自転車のレーンを、パスを再舗装するっていう提案がディフィート。残念ながら負けてしまったと。昨日ね。ディフィートっていうのは負けるです。まあ否定されるでもいいですけどね。うん、この場合だとね、プロポーザルが負けちゃったよとか、許可が下りなかったよってことです。負けるがディフィートです。負けるです。うん。破られるとか、否決されたとかってね。否決する。あ、同じような意味ですね。だから、さっきの戻ると、このエンスーディアスト、バイク愛好家たち、自転車の愛好家たちの努力にもかかわらず、尽力にもかかわらずって言いたいんで、答えが C です。ディスパイトになります。ディスパイト。なんとかにもかかわらずって意味です。ディスパイトの後は名詞が来ますよってことですね。ディスパイトプラス名詞で覚えておきましょう。なんとかにもかかわらず。ということでした。Okay, ちなみに、in spite of も一緒です。in spite of, in spite of the efforts も同じ意味です。名詞ですね。これも。となりました。今日はちょっと難しいですね。頑張ってください、本当に。ちょっと難しいね。さあ、ラスト120番。また30秒でいきましょう。どうぞ。さあ、行きましょう。解説です。最初、from carpeting。ああ、これは場所の、店の名前ですね。カーペット会社ですね。カーペティングなんで。クラムという名前です。クラムカーペット会社みたいなことですね。の、プロフィット。プロフィットというのは、会社とかの収益です。プロフィットというのは、収益。OK。収益が have risen、上がりましたよってことですね。で、文章ここで終わってますね。まずここで。利益がありましたよ。収益がありましたよ。終わってて、since で言ってるんで、違う文章始まってるんで、ここで文章が終わる場合、もしくは、下線がなくてもいい場合っていうのは、副詞が入るって昔言ったんで、答え、これは一瞬で選べますね。C が、着実にとか、少しずつっていう steadily です。C、steadily。副詞が入ると。着実にと。に。ということで C になりました。これは完璧に文法問題で、この問題だけは見た瞬間に10秒、まあ、もしくは20秒ぐらい解けるかなっていう感じはしますが、慣れてくると。っていうイメージでした。さあどうでしょうか。あ、最後のカーペットラインは、ラインっていうのは製品です。ラインアップって言いますね。うん、そんな感じです。どうでしょうかね。これはさっきの119に関しては文脈から判断できますね。文脈で振り返ってみると、120番が文法、119番が文脈、そして、118番が文法、117番が文脈、116番が文法っていうのはやっぱ混ざってますね。うん。
ただ前回もお話したように、最初に文法、文の形を見てから、その後に文脈、内容を見ると起きやすいです。ということで、今日も疑問をお伝えしました。また次回お会いしましょう。失礼します。最後までご視聴いただきありがとうございました。英語学習や留学のカウンセリング、英作文添削も行っています。ぜひホームページをご覧ください。